現在台風14号から離れている北日本方面ですが、別の低気圧や前線の影響で断続的に雨が強まっています。朝から激しい雨となっているところもあり、この後も降り方に注意が必要となります。では現在の雨雲を見ていきましょう。北海道方面にも活発な雨雲が道東エリアでしたり道南方面などに広がっています。そしてそのエリアは東北方面などにも広がっておりまして、特に太平洋側を中心に活発な雨雲が広がっている状況です。ではいただいておりますリポートも見ていきましょう。北海道の釧路市の方からいただきました。ザーザーな雨が降り続く、もともと弱いのり面が崩れてきているということでいただきました。もともと崩れやすいところではあるということなんですけれど、それにしてもこう崩れているところがあるということでリポートをいただいております。でこの後もこう断続的に雨が降り、夜まで雨の降り方要注意ということになりますので、土砂災害の発生などに警戒が必要となります。では崖崩れの前兆を確認していきましょう。崖崩れとは、地中に大量の水分を含み土の層から急激に斜面が流れ落ちることのことです。崖から割れ目、ひび割れが入るということは、すでに土の層に隙間ができ、土砂崩れが起きる手前となります。また崖から小石が落ちてきたり山鳴りがすることもあります。山の木と木が擦れ合うことで異様な匂いが漂うこともあります。付近の斜面でこのような現象を確認した場合は、直ちに離れて自治体など機関に連絡をするようにしてください。この後も最新の気象情報をこまめに確認し、安全な場所で過ごすようにしてください。またお天気アプリウェザーニュースの方でも最新の気象情報を確認することができます。雨雲レーダーチャンネルなどもございますので、ぜひご活用ください。